それでは幕、幕とも読みますね。まず草冠を書きますね。3等分して3分の1から、これも3分の1から。そしたら少し横に広い火を書く感じ。まあこの辺の隙間はあまり空けなくって、ここも隙間を狭くして上の、2倍ぐらいで伏せる位置を書きますね。中心よりも少し左から、45度ぐらい、中心よりも右から同じく45度できます。そしたら今からこれを書くときに、まあ、この草冠の幅に近いかな、火の幅ですね、火の幅に近い感じ、火の上の幅に近い感じで同じ幅で持ってきて抜きます。そしたら中心からあまり長くしすぎないようにして抜